優勝戦四号艇の山田隆一選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。準優勝戦は一コースからコンマ一号のスタート。はい、先前で先頭を争いましたが、惜しくも二着という形になりました。はい、足の方の仕上がりはいかがでしたか。え、あのー、初日から足はね、行き、はいえー、足から伸びは。良かったですね。ただ、もう、はい、テクニックがないだけで。いえいえ、はい。はい 行や足から伸びがいい分、1マークは大体先に回る、先行する形が多かったですねそうですね、まあ、いい形だと思います、はい、この順位調整の前は4着ということですが、ここはちょっと合ってなかった感じですかそうですね、回転がやっぱちょっと気温のせいで回転が足りてなかったんで、はい、まあ逆に順位はちょっとね、回転上げてよかったと思います。 はい、展示タイムの方も良かったんですが、チルト05の向迎え、女選手より伸びてた感じ、はい、そうですね。足はいいと思います。はい、はい、では優勝戦の枠は4枠になりましたが、はい、この枠を活かせそうな足ではありますね。逆にね。あのー、いい枠番かもしれませんね。はい、はい、スタートの方もでは喘息で行けば。 ぐっと伸びるような感じそうですね、まあ、10ぐらいを全速でいければいい形になるんじゃないかなとは思ってますけど5月末の宮島で落水されて、そのときには首を痛められたということですが、はい、復帰3節目での優出素晴らしい、ええ、もうやみ上がりでね、やっとなんとか乗れたんで、ほっとしてますけど、はい、では、優勝戦、この4枠という角の位置からご自分らしいレースをするのみたいなことになりますか。はい、そうでですすねいいいいいができればいいかなと思います、はい 前回の優勝は2015年の12月の平和島この時には4コースからのまくり差しで優勝されています久々の V が掛かり戦です、はい、ファンの方に一言お願いしますそうですねあのいいメンバー揃ったんで、えー、ぜひ優勝したいです、えー、一生懸命頑張りますのでご選よろしくお願いします